神風特攻隊と戦い、ベトナムに残った日本兵と戦い、そうになったけど戦わなかった空母、ベローウッドを解説してみます。あと自分は世界史オタクなのでベローウッドに関するいろんな軍事作戦、紛争、国際情勢なども紹介します。始まるよー。空母ベローウッドが任務に就いたのは、1943年3月頃、アメリカ海軍が日本に反撃を加えている最中でした。太平洋のマキン干渉やタラワ干渉の攻略へと向かいますが、アメリカ軍は思わぬ反撃に遭います。マキンの戦いではアメリカ護衛空母リスカム、米が、日本の潜水艦、275の魚雷攻撃を受け、マキンでの陸上戦の死傷者を大きく上回る損害を出しました。一方の日本側もマキン方面で多数の潜水艦を失っています。タラワの戦いでも日本守備隊の抵抗が激しく、上陸初日は、ほとんどのアメリカ兵は海岸までたどり着くことはできませんでした。アメリカ軍も多数の損害を出したため、恐怖のタラワ、悲劇のタラワ、と呼ばれました。ベローウッドは1944年6月のマリアナ沖海戦にも参戦し、日本空母、飛翔を発見、攻撃しています。6月20日、日本海軍の小沢機動部隊は燃料補給のため、同じ海面に集結。彼ら後部隊、オツ部隊、前衛部隊、燃料補給部隊が集まったところ、アメリカ機動部隊の艦載機の襲撃を受けます。空母レキシントン、またはベローウッドの艦載機が空母飛翔を攻撃したとされます。飛翔幹部による分析によれば、空母巡洋を襲撃したアメリカ軍雷撃機体を、戦艦長門が砲撃。この長門の砲撃で、アメリカ軍機4機を撃墜した際に、残りの2機が、目標を旋回運動中の飛翔に変更しました。飛翔派そのうちの1機を撃墜しますが、放たれた魚雷1本が右舷の機械室付近に命中。機関下兵は全員脱出しますが、連動して左舷の機械も止まって航行不能となります。これと同時に、中排水式除外有毒ガスで全滅。この飛雷とは別に、アメリカ軍の急降下爆撃機が投下した爆弾が、艦橋後部マストに命中。断片で航海橋を含む見張り所、飛行式所の環境要因に多数の死傷者が出ました。その後の飛翔の状況は、砲術長によると、アメリカ潜水艦が発射した魚雷が、後部ガソリンタンク付近に命中した、とされます。一方で、ベローウッド艦載機の、TBF アブエンジャー雷撃機が放った魚雷が命中した、とする説もあります。ともかく、この時の攻撃でガソリンタンクが爆発し、飛翔の致命傷となりました。総員退去の後、飛翔派左舷に傾斜し、艦尾側から直立するような姿で、沈没。乗組員は随伴駆逐艦の浜風や、林もなどに救助されました。空母飛翔沈没後、ベローウッドは真珠湾に戻り点検、オーバーホールを行います。1944年10月30日、今度はレイテ島の戦いを洋上から支援。そこへ現れたのが神風特別攻撃隊、ハザクラ隊、の6機でした。フィリピンのセブ市から出撃したハザクラ隊は、1時間後にはベローウッドたち第 38.4 任務群を発見。6機のハザクラ隊は太陽を背に次々と突入しました。アメリカ側は1機目と2機目を撃墜しますが、続く3機目が、空母フランクリンに突入。衝撃と爆発が広範囲の損傷を引き起こし、格納庫に大規模の火災を発生させます。しかしちょうど格納庫に爆弾や、魚雷が置いておらず、幸いにも誘爆が発生しませんでした。その後のフランクリン乗員の適切な消火活動により、2時間半で鎮火に成功。そして特攻機の6機目もフランクリンに突入するかに見えたが、進路を変え、ベローウッドに突進してきました。この特攻機は飛行甲板の後部に激突。フランクリンとは違い、運悪く当時のベローウッドの飛行甲板上は、発進準備中の飛行機で埋め尽くされていました。突入時の爆発と、撒き散らされたガソリンによって火災を引き起こし、飛行機に装備するため用意してあった爆弾も、次々と爆発。ベローウッドの乗組員は92名が死亡、または行方不明となります。それでも決死の消火活動と、爆発物の投棄を行った結果、最悪の状態からは脱することができました。このように日本の神風攻撃は、アメリカ海軍に大損害を与えています。損傷によってベローウッドとフランクリンは戦線離脱し、航空戦力が減少。
予定していた東京への空襲も中止となります。そんな状況でしたが、1945年2月にはベロウッドの修理も終わり、日本本土及び南西諸島への攻撃に参加。北海道の旭川市、埼玉県の熊谷市に存在した飛行場への空爆も実行。岩手県は釜石市の製鉄所を目標とした艦砲射撃では、援護として参加しています。ちなみに太平洋戦争で最後に撃墜された日本海軍機は、艦上爆撃機彗星であり、これはベロウッドの戦闘機、F6F ヘルキャットによるものとされています。第二次大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。日本との戦争が終わって、冷戦時代の1953年9月、ベロウッドはアメリカの相互防衛援助計画の下で、言語である、ボア、ベロウ、と名前を変えてフランス海軍に提供されます。相互防衛援助計画とは、アメリカの防衛のためにヨーロッパにいろんな援助しようぜ、という計画。当時のアメリカは、ソビエト連邦や共産主義と対立しており、ソ連がいろんなところで影響力を強めようとするのを、防いでいました。そんな時、ベトナム民主共和国が独立をめぐってフランスと戦う、第一次インドシナ戦争、が勃発。ソ連と中国が、ベトナム民主共和国を援助したため、彼らと対立していたアメリカは、フランスを援助しました。こうしてアメリカからベロウッドこと、ボアベロを提供されたフランス海軍は、ベトナムへと出撃させます。対するソ連と中国は、大量の武器、弾薬などを提供していました。そしてここにもう一つの国、というか集団、がベトナムの独立を支援していました。それが第二次大戦後もベトナムに残っていた、残留日本兵、たちです。彼ら残留日本兵は、様々な理由から現地の独立運動に協力しています。シンプルに独立運動や思想に共感したり、現地政府に誘われたり、半ば強制的にとどめ置かれたりなどいろいろでした。そんなわけで残った日本兵たちはベトナムの宗主国だったフランスと、そのフランスを支援するアメリカと再び戦うことになります。とは言ってもめちゃくちゃたくさん残っていたわけではなく、第二次大戦後、日本からフランスの植民地支配下に戻ったベトナムでは、700から800人ほどの日本兵が残留していました。航空機や戦車をはじめとした日本軍の兵器が残っており、これらも独立戦争で使用されます。さらにベトナムの軍事学校では、旧日本陸軍将校や下士官による軍事教育が行われています。クアン外陸軍士官学校の場合は、校長は中国共産党の、グエン・ソンでしたが、教官は、かつて敵同士であった元日本軍の人間でした。残留日本兵と中国とソ連に支援されたベトナムは、めっちゃ苦戦しながらフランスと戦います。そして1954年5月20日、そのフランスから出撃した空母ボアベローがベトナムに到着。ところが、すでに最大の激戦、ディエンビエン風の戦いも終結していました。2ヶ月後には休戦協定であるジュネーブ協定が締結され、第一次インドシナ戦争は終結。ボアベローはフランス本国へと引き上げていきました。このジュネーブ協定によって残留日本兵の150人が日本へ帰国。一方でそのままベトナムへ留まることを決めた日本兵もいます。それから2年後、ボアベローは第二次中東戦争、またはスエズ動乱に参戦します。これはフランスとエジプト、イスラエル、イギリスがスエズ運河をめぐって起きた戦争。かつてエジプトのスエズ運河は、フランスやイギリスを中心としたヨーロッパの株主が運河を運営していました。ですがエジプトは、スエズ運河の国有化を宣言。これに反発したフランスとイギリス、ついでにイスラエルは軍事行動を起こすことになります。こんな具合に第二次世界大戦後のフランスは、海外の植民地や権益を守るために様々な行動をとっていました。スエズ動乱の場合は、アメリカやソ連や国連が介入し、とりあえず停戦、という形で決着。しかし今度はフランスの支配下にあったアフリカのアルジェリアが、独立を求めて戦争が勃発。これにもボアベローがフランス空母として出撃しています。このアルジェリア戦争には、様々な国や組織が独立派を支援していますが、日本からは学生団体の全学連や、後に何度もアルジェリアの国賓としてもてなされる政治家、宇都宮徳馬などが独立派を支援しています。そんなアルジェリアと戦争中の1960年10月、
フランス空母ボアベローはアメリカに返却されます。同年10月1日にはアメリカ海軍から除籍、スクラップとして売却されました。そして1962年、フランスはアルジェリア戦争の和平交渉を結び、アルジェリアは独立。第二次世界大戦では日本の神風攻撃を耐え切ったベローウッド。そして戦後はベトナムの残留日本兵、アルジェリア独立を支援する人々。妙なところで日本と対立している空母だなぁ、と個人的には思いました。それではおしまい！終了！ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。